クエアスクエアです。今回は新たにお知らせすることがございますので、この場を借りて説明していきたいと思います。さて、実は皆様に前々から説明しておきたかったことがあるんですよね。でも他のゲームの実況なりで忙しくて、いつ言おうかなって悩んでたんですけども、ちょうど今暇ができたので、この場を借りて説明していきたいと思います。ですね、このチャンネルの横に右下に見えてます、はい、この今キカキカと見えてると思うんですけども、 LINE ブログと Twitter があるわけなんですけども、LINE ブログの方は、はい、こちら、こんな感じで問題なくチャンネルっていうか、そのサイトに飛ぶわけなんですけども、今回皆様にお知らせしたいのは LINE ブログの方ではなくて、こちら Twitter の方なんですね。自分自己紹介動画の方に Twitter はやってますって言ってて、ですね、ちょっといろいろと見ていきますか。この最新新たに上げたこの東方の実況例にちょっと上げますか。ちょっと途中からになってますけど、で、ここで、はい、ご覧の感じでね、概要欄にもね、一応リンク貼ってあるんですね。ここの概要のところに飛べば、LINE ブログだったら、こうやって LINE ブログの方に、LINE ブログの方に飛ぶことができるわけなんですね。消しますか。マイチャンネルに戻ります。今回ご紹介したいのは、さっきも言った通り、LINE ブログの方ではなくて、Twitter の方なんですね。で、Twitter の方も先ほど見てもらえた通り、概要の方にもリンク貼ってあるんですけども、その Twitter は、僕のチャンネルにね、たびたび遊びに来てくれて、いろいろと、調べていった方ならもう大半わかるとは思うんですけども、わからない方のために改めて説明したいと思います。今現状、自分の Twitter は、はい、誠に残念なことではありますが、凍結させられてしまいました。いや、これを凍結と呼んでいいのかわかんないんですけども、ですね、なぜこのような、このようになってしまったのかについては、正確にはよくわかんないんですけども、過度のツイートのしすぎで、こうやって停止させられてしまう可能性、停止させられてしまうことがあるんですよ、このツイッターというのはね。でも自分そうツイッター最近つぶれてなかったんですけども、原因として挙げられるとするならば、YouTube とツイッター、自分連携してるんですけども、伸び幅のね、ちょっとプロフィール表示して見せますか。はい、こんな感じでね、凍結させられてはいるんですけども、ちゃんとこのチャンネルは生きてるみたいです。で、見てもらえるとわかるんですけども、はい、今、ちょっとスクロールして見ていってるんですけども、はい、同じ日にね、のびはざの実況の再生リストのツイート、そのツイートが、短期間に多く、出ちゃってたので、それが原因で停止させられたのかなって自分は考えますね。いやー、でもそれにしてもな、ちょっと残念だな。不審な行為って、自分不審な行為した覚えはないんだけどなって感じはしますけどね。はい。ここに書いてるんですけども、2015年の3月6日にね、ちょうど2年前に、このツイッター、このアカウントを立ち上げたんですけども、見事にね、凍結並び停止させてしまいましたので、申し訳ありませんけども、こちらのアカウントはもう今後一切使うつもりはありませんので、皆様どうかその辺につきましてはご理解いただきますようよろしくお願いいたします。で、なので、最後にツイートしたのが8月19日だから、今はちょうど18日なので、約1ヶ月間、自分ツイッターやってなかったんですけども、どっかの記事に書いてたんですけども、
YouTube でチャンネル登録者数とかを増やすためにはやっぱりこの SNS も活用していかないとまあダメらしいので、まあいろいろ考えた結果、新しい YouTube じゃない、Twitter のアカウントを作ることにしました。今現在まだ作ってないんですけども、今からカットしてそのTwitter の新アカウントを作成したいと思いますので、皆様どうかよろしくお願いいたします。ではこっちに戻って、それでは一旦カットして Twitter のアカウントを新しいのを作って、でこっちの方に連携させたいと思いますので、それでは一旦カット。はい、というわけでカットを使いまして自分のツイッターを新しくしてきましたので再開していきたいと思います。以前の自分のアカウントは、はい、こちらのアカウントを使っていたわけなんですけども、こちらのアカウントが停止してしまったため、こちらのアカウントはもう今後まあ使うつもりはありませんので、皆様ご了承くださいませ。で今度から使っていく新しいツイッターのアカウントがこちらになります。はい、こちらのアカウントで今後はやらせていただきますので、皆様よろしくお願いいたします。いやー、設定すっごく時間かかったな。説明文とかまあいろいろと考えているうちに、まあ結構時間が経っちゃって、まあ申し訳ありません。カットしてると思いますので、まあ時間はそう経ってないと思うんですけども、ツイートだったりフォローも結構やっておきました。まあフォローもいろいろとね、まあやってはいるんですけども、まあ詳しく見たい方は自分のツイッターの方でご覧くださいませ。はい、自分のツイートも、はい、こんな感じで以前のアカウントが停止してしまったので新たにアカウントを設立しました。そのため以前のアカウントを使わないのでご了承ください。そして新しいこちらのアカウントのフォローお待ちしておりますと、こんな感じで書いております。で、まあ自分のリツイートとしてなおいたずら目的で通報してこのアカウントを停止および凍結させる行為はご遠慮願いますと書いてるんですけども、もう本当にそれはやめてください皆様。決して自分がね皆様に対して誹謗中傷的なコメントをいっぱい言ったり、適切でない動画を投稿、適切でない動画とかそのツイートとかをしてないしてるんだったら、まあ自分もその自覚があるし、まあ停止させられても仕方がないなって思うんですけども、わざといたずら目的とか、まあ例えば誰かがまあ自分のことが嫌いで、まあそれをね、その自分を陥れるためにわざと通報して凍結させる行為がまあもしかしたらあるかもしれないので、まあそのような行為は決してしないようよろしくお願いいたします。まあ自分がこう言ったからって絶対逆にやらないでくださいね皆さん。もうその辺につきましてはお願いいたします。また誹謗中傷のコメントや他人に迷惑になるコメントは絶対にしないでください。はい、こちらにも書いてますね。そのコメントとかはもう絶対やらないでください。もしまあ無視するのがまあ一番いいんですけども、もしもうそのコメント誹謗中傷のコメントや他人に迷惑になるコメントが続くようでしたらもうブロックしますので、もう容赦なくブロックしますのでご了承ください。もうね、もうルールを守るのはもう人としての常識ですからね皆さん。まあその辺は頭に入れておいてください。はい、というわけで新しいツイッターのアカウントはこちらとなりますので、皆様よろしくお願いいたします。こちらのアカウントをフォローしてももうツイートもしないので、皆様どうかお間違いのないようよろしくお願いいたします。まあ記念にこちらのアカウントもフォローしてもいいですけど、まああれフォローできるかどうかも分かりませんけどね。なのでまあデザイン、このアイコンとデザイン背景は一緒ですけども、スクエアスクエアゲーム CH ゲームチャンネルと書いてるこちらの方が新しいアカウントとなりますので、皆様どうかお間違いのないようよろしくお願いいたします。そうだ、最後に一つ皆様に忠告しておきたいことがあります。今の段階ではまだないと思うんですけども、まあツイッターで言った通り、誹謗中傷なコメントや他人の迷惑でコメントは絶対にしないでください。
もしそのコメントがあった場合も皆さん過激に反応しないでもう無視してください。もう無視がやっぱり一番なんでね。もしそのコメントが立て続けに続くようでしたら、まあ僕がねその方のコメントその方のアカウントをブロックしたりとかして対応しますので、皆様どうか、まあ対応、その誹謗中傷のコメントとか、その他人に迷惑になるようなコメントがあっても、決して反応しないようよろしくお願いいたします。反応したら負けです。あと、もう一つ。まあ、絶対にないとは言い切れないことを一つ言うんですけども、Twitter のね、アカウントがね、自分停止されちゃったんですけども、もしかしたら、この YouTube のアカウントも停止しちゃう恐れがあるんですよね。さっきも言ったんですけども、まあ、YouTube にはね、ガイドラインというのがありまして、じゃあ今、それ見せますか、せっかくだから。その、YouTube のことについて話したら、今回の動画終わります。ですね。はい、こちらにですね、コミュニティガイドラインの違反の警告とか、著作権侵害の警告とかあるんですけども、まあ自分は今の段階では正常ですね。この YouTube では、この著作権侵害ステータスとか、コミュニティガイドライン違反が、3回続けば、もう、このチャンネルは、そのチャンネルは、削除されちゃうんですよね。なので、まあ、削除される、YouTube のチャンネルが削除される原因が、この、ステータスを3回連続でもう違反した場合は消されるんですけども、自分はまだ違反されてないんですけども、例えばね、自分がことが嫌いで、まあ自分を陥れようとする人が自分のチャンネルを通報して、そのこのアカウントをね、このアカウントとかチャンネルを停止させる輩がもしかすると出てくる可能性があるんですよね。まあ今はまだないんですけども、少し先とかになってくると自分のアンチとかが増えて、その集団で結託して自分を陥れようとして、その自分のチャンネルを通報し削除する輩がもしかすると出てくる可能性があるんですよね。まあ今はまだ出てこないことをせずに願うんですけども、もしね、皆さんが自分のことがたとえ嫌いでも通報して削除するような行為は絶対にしないでください。まあ心優しい皆様のことですから、絶対にそのような行為はしないとは思うんですけども、まあ世の中ね、いろんな人間がいますからね。まあ嫌いなやつを陥れようとして、その削除依頼を申請する輩もまあ一人二人絶対いると思うんですよね。なので自分はちょっと心配性で、はっきり言うとこのチャンネルが明日あるとは限らないんですよね。まあ絶対ないとはさすがに皆さんも言い切れないとはまあ分かりますね。なので僕からのお願いとしては、まあ自分がね、まあ自分がやりすぎとか誹謗中傷やまあ著作権侵害とかコミュニティガイドラインに違反したりとか、そういう動画を自分が意識してその動画してるんだったら、まあ削除されても仕方がないなって思うんですけども、自分が良心的な動画を投稿しているのに通報してチャンネルを停止させられると、もうほんと自分もうマジでもう許せないんです、それが。なのでね、皆様どうかこの YouTube のアカウントなり、新しい Twitter のね、このアカウントなりを決して凍結および停止させるような行為は絶対にしないでください。まあ、さっきも何回も言うんですけども、悪いことをこいつが悪いことをしてるなって思ってて、それが、で、通報して停止するんだったらまだわかるんですけども、そうそう、たった一人のね、たった一人のわがままの、たった一人がこいつ悪そうだなって言って、はい、通報ってやっても決してダメですからね、それをやめてください。一人が悪くても他のみんながいいので、いい可能性もあるので、独断で通報するような行為は絶対やめてください。もし自分がね、悪いことをしているそうだなって思った方がいらっしゃいましたら、一度コメント欄で教えてください。通報する前にまず自分にご相談ください。もういきなり相談もせずに通報して凍結するような行為だけはおやめくださいませ。もちろんこの Twitter とか
あとこの LINE ブログでも同じことですよ。もし自分がね、例えばあなたがね、スクエアさんちょっと、悪いことしてるんじゃないかなって思った方がいらっしゃいましたら、通報する前に一度コメントで教えてください。そのコメント一つで自分も改善して直せるケースがあるんでね、通報する前に自分に教えて、自分がそれを直す、その部分を直して、で継続していく、これでもうお互いウィンウィンじゃないですか。もう相談せずに通報して凍結させられるのが自分一番嫌なので、もうそれまでのね生活リズムがね狂ってしまうので、もうパニックっちゃうので、もう相談もせずに通報するのだけは絶対にやめてください。あ、もちろん他の方のチャンネルやツイッターのアカウントもそのアカウントの通報はもっとやっちゃいけませんからね。赤の他人のあのチャンネルとかを停止させるような行為はもっとやっちゃいけませんからね。もうね、もう何回も何回も言っても、言い切れないんですけども、皆様、心優しい皆様なら絶対に、この自分との約束を守ってくれると信じておりますので、どうか、独断での通報はおやめください。はい、というわけで、今回のお知らせで、Twitter のアカウントを変更したことと、この、チャンネルなり、Twitter なり、LINE ブログなりを、どうか通報して凍結しないように、凍結しないでねっていう2つのことを、お知らせにしました。はい、というわけで、最後ちょっといろいろと、噛みまくりましたけども、今回の動画はここで終わりといたします。また、何かお知らせすることがございましたら、おいおいこのような形でお知らせしたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いいたしましょう。お相手は、スクエアスクエアでした。チャンネル登録、待ってます。バイバイ。もう何回も口を、挟むようなことを言うんですけども、自分のことが嫌いでも、どうか、通報して凍結させるような行為は絶対にやらないでください。嫌いな方はもう、見に来なければいい。もう、それだけで十分じゃないですか。なのでね、どうか迷惑行為だけは絶対にやめてくださいませ。何かあったら、お知らせの動画でコメントでご相談くださいませ。それでは、ルールを守って、引き続き、スクエアスクエアチャンネルをお楽しみくださいませ。